はい、DJ 浦健です。スタジオ13プロフェッショナルを使っての EDM トラックメイキング第11回です。よろしくお願いいたします。前回はレコーディングしたオーディオデータをエフェクトで加工しました。今回からは様々な編集を行って楽曲を構築していきたいと思います。その前に以前作ったこの一番上のオーディオトラックはもう使いませんので削除しましょう。このトラックを選択してこちらのトラックからトラックを削除で削除することができます。ショートカットでしたら Shift と T でも同じことが可能です。それではまずはフレーズのシンセをレイヤーして重ねて鳴らして音に厚みを出していきたいと思います。ここからはシンセの音を確認しながら進めたいので、こちらのミュートボタンをクリックして点灯させ、ボイスのオーディオトラックをミュートします。そしてこちらのインストゥルメントをクリックしてインストゥルメント一覧を表示し、この中からマイタイを選んでドラッグ&ドロップします。そうしますとこのようにマイタイの画面が開きますので、こちらをクリックして一旦この画面を閉じます。これからの作業がしやすいように、こちらをダブルクリックしてトラック名をレイヤー1に変更しておきましょう。そしてこちらのインストゥルメントトラックのMIDIデータをコピーするのですが、レイヤーするトラック同士は上下隣り合わせにして分かりやすくしておきたいので、このようにボイスのトラックを選択して、ドラッグして移動させます。そして今このトラックの幅が広いので、トラックとトラックの境目をドラッグして、トラックの幅を狭くします。そして今フレーズが鳴っているこちらのシンセというインストゥルメントトラックのイベントを選択して、こちらの編集、コピーでコピーします。コピーができたら今度は今コピーしたイベントをペーストしたいトラックを選択し、ペーストしたいポイントに再生ポイントを移動させて、こちらの編集からペーストでこのトラックにシンセフレーズのMIDIデータをコピーすることができました。こちらの音量を調節して、スローボタンをクリックして聞いてみましょう。このようにピッチベンドも含めたMIDIデータが新しく作ったマイタイのトラックにコピーされました。それではこちらをクリックしてマイタイの画面を開き、レイヤーするプリセットの音色を選びましょう。こちらからベースというフォルダをクリックして、こちらのスティッキーソーベースというプリセットを選びます。それではこのプリセットをソロで聞いてみましょう。このような左右に広がって聞こえるステレオ感のある音です。今この状態ではちょっと音が低すぎるように聞こえますので、一旦このマイタイの画面を閉じて、このイベントを選択した状態で、こちらのイベント内のMIDIノートすべての音程を変化させるトランスポーズという機能を調節する部分に12と記入して音程を1オクターブ上げてみます。再生してみましょう。このような感じで音の鳴りが自然な感じになりました。今の状態ですとちょっと低域が多いので、こちらからエフェクトをクリックして、プロ EQ をドラッグ&ドロップし、こちらの低音をカットするローカットをオンにして、もう少し高い周波数までカットします。そしてこの状態で聞いてみましょう。少しスッキリしたような印象の音になりました。ここで元のフレーズをソロで聞いてみましょう。こちらをクリックして、レイヤーしたトラックのソロを外し、元のフレーズのソロボタンをクリックして点灯させます。再生してみましょう。このように最初に打ち込んだフレーズはステレオ感がありません。ですので今新たに選んだような左右に広がりのあるステレオ感のある音とレイヤーさせることによってサウンドに広がりを持たせることができます。2つの音がミックスされた状態で聞いてみましょう。こ
こちらのソロボタンもクリックして、2つのトラックの音が鳴るような状態にして再生します。このような感じで音にステレオ感が加わりました。これでシンセのフレーズをレイヤーすることができました。リズムトラックも重ねて聞いてみましょう。こちらのソロボタンを点灯させて再生します。サウンドにステレオ感が加わったことが確認できたかと思います。これでシンセのフレーズをレイヤーすることができました。次回はノート FX という機能を使って新しいリフを重ねていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。スリープフリークスでは、より多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけております。こんな動画があると嬉しい。こんな企画を開催してほしい。この商品を紹介してほしいなど、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますので、こちらのリンクからアクセスをお願いいたします。なお、プライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますので、ご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。